はい、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。今日はですね、新しくなったヤコブ公園のモデルをご紹介したいと思います。オクテットチャンネル、ということですね、今日は新しくなったヤコブ公園のモデルをね、ちょっと一個ずつ紹介していこうかなと思ってます。まあ、紹介というか解説をしていこうかなという感じですね。はい。で、まあ、まず何が変わったのかっていう感じの方も多いと思うんですけど、実はですね、今年の秋冬からですね、ヤコブ公園モデルが変わってるんですよ。で、まあ、具体的に言いますと、変わったのは、まあ、ヤコブ公園の工場なんですよね。今までヤコブが作っていた工場から新しく工場を移転して、まあ、ヤコブのオリジナルの工場で新たにデニムを作り始めたっていうところですね。なので大きくは変わってないんです。はい。まあ、ぶっちゃけ大きくは変わってないです。ただそのヤコブ公園の工場を変えたことによって、新しくブランドの、まあ、なんていうんですかね、その例えばモデル名だったりとか、あとは一個一個の細かいディティールっていう部分が微妙に変わってます。なのでね、今日はその辺を実際に履きながら、そしてね、紹介しながら見せていこうかなという感じですね。はい。ということで早速なんですけど、まずですね、今日はまあヤコブ、今までのヤコブ、まあ、旧ヤコブとでもね言いましょうかね。はい、そんなヤコブを持ってきました。で、こちらですね。はい。一つ目のね、大きな違いとしてはモデルです。はい。モデルっていうのは、まあ、モデル名が変わったんですよね。例えばね、これは、ヤコブのね鉄板です。まあ、J62 ですね。ちょっとこう股上が浅くって、そこからね程よいテーパードが効いてる、まあ、本当に大人のスリムテーパードなドレスなデニムの代名詞ですよね。で、この J62 なんですけど、これが名前変わってます。何変わったかっていうと、ニックっていう名前になってます。なんで J622 っていうのはニックですね。なんで、まあ、ニックって書いてあったら、あ、622かって思ってもらえればいいかなと思います。そしてもう一つ鉄板としてあるのが J688 ですね。こちらは622よりもさらにね、少しだけ股上を深くしているモデルになってます。で、この688の方は、バードっていうモデルに変わってます。なので688はバードなので、バード見たら、あ、688ねっていう風に変換してもらえれば、まあ、選びやすいんじゃないかなと思ってます。はい。で、このモデルなんですけど、ほぼほぼ名前変わっただけっていう認識で、まあ、OK です。ヤコブも、まあ、もちろんですね、あの工場を変えただけなので、大きくモデルを大チェンジして、まあ、今までねヤコブ履いてくださった方とは全然違うようなね、もうデニムを作ってるわけではなくて、でそのままね名前だけ変わってますけども、モデルっていうのは622であり、688っていうのが、ニックとバードっていう認識でね、大丈夫です。そしてね、もう少し細かいところをいくと、まあ、ディティールはねちょっとずつ変わってるんですよ。まず一つは、パッチですね。はい。まあ、ヤコブの鉄板の腹子のパッチです。で、この腹子の素材だったりとか、まあ、中にはそれでもあるんですけど、そういう素材感は別に変わらないんですよね。ただデザインが変わってるんですよね。まあ、今までのヤコブだとやっぱりこの J っていう字があって、ヤコブ公園みたいな、まあ、そのリミテッドとかね、いろいろ違いはありますけど、基本はこの形かなと思います。それが、こちらニューモデルですね。はい。まあ、これがいわゆるニックです。なので622ですね、の場合はこんな風になってます。わかりますかね。まあ、腹子の色とかそういう話ではなくって、このデザインです。この大きいか J っていうのがなくなって、これヤコブ公園ってローマ字で入ってます。はい。こっちにねベージュもあるんですけど、ベージュもこんな感じですね。はい。なのでね、大きくはまずここの腹子、これはもうほぼこのデザインになっているので、今までの大きな J っていうのはちょっと残念ながら見れないかなっていうところですね。はい。まあ、こっちもこっちでかっこいいんですけどね。はい。で、ヤコブといえばですね、まあ、ヤコブ公園持ってる方ならご存知かもしれないんですけど、このボタンフライですねを開けると、ここに刺繍があるじゃないですか。今まで622なら622だったりとか、622リミテッドなんとかなんとかとか、688なんとかなんとかとか、そういうのがあったと思うんですけど、もちろんね、そこは変わってます。これはニックなのでニックです。はい。そしてこっちのブラウンは、ベージュですね。まあ、あのバードなんですけど、これバードっていう風になってます。はい。まあ、ここもね、一つの違いですね。まあ、あのそこまで履いた時に差し支えはないかなという感じですね。はい。そしてね、もう一つの違いとしては、これはまあデニムのデザインとかによっていろいろあるので、まあ、色とかは関係ないんですけど、ボタンですね。はい。
ボタンが今までのヤコブ公園の場合はですね、こんな感じで、まあ、色とかはさておきまして、こちらですね、大きく J っていうこのヤコブのねイニシャルが入っていて、ちょっとこう丸い楕円みたいな感じのボタンが基本使われてたんですよね。ただそれが、今回の新ヤコブからはまずその J っていうのはですね、ちょっとこうちっちゃくは入っているんですけど、その前にヤコブ公園っていうこの字が入っていて、そしてボタンのデザインが今までもっとこう丸い楕円だったのがもう少し薄くなって、まあ、よりデニムらしいボタンに変わったっていうところですね。はい、はい、ということでね、まあ、大きな違いとしては、腹子のパッチ、それからボタンのデザインっていうところですね。あとはモデル名が、同じ形なんですけど変わったっていう認識で、まあ、OK です、大丈夫です。ただですね、微妙になんですけどフィッティング、ちょっとだけ感覚値として違いがありますので、今日はねそこもちょっと紹介していこうかなと思ってます。ということでフィッティングですね、今、僕はねブラックウォッシュのデニムを履いてます。これはニックですね、はい、なので J622 の方です。はい、で今までの僕 J622 の場合は、まあ、31を履いていて、で今日も31を履いてます。でどうですかね、今履いてる感じを見ていただければ分かる通り、結構ねお尻周り、それから太もも、ハムストリングの部分とか結構ピタッとなっていて、まあ僕結構あの足のすねの部分ですか、まあ、細いんでちょっと余ってるんですけど、まあ、そういう感じですよね。まあ、ヤコブらしいちょっとこうフレアになってるようなこの裾の仕様っていうのは変わらないです。ただ気持ちですけど、太ももの周り、それからこのお尻周りですね、ちょっと細くなってるっていうところはあります。はい、なのでヒップ周りは結構深く入っていて、まあ、僕結構お尻大きいんで、まあ、どんなデニムを履いても結構ピタってなってしまうんですけど、ここら辺も少しねタイトになったなっていう気はします。まあ、それが全体的にちょっとヒップボコってなって細くてっていうので、男性的でかっこいいラインかなと思いますね。ただまあヤコブの特徴といいますかね、そのフレアらしい裾だったりとか、まあ言っても細すぎるわけではないので、そのあたりはね、まあ例えば本当にワンサイズ上げるとか、そういう調節をしてあげれば全然履けるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみに僕は多分この31をもう少し履き慣らしていくと、どんどん柔らかくなってきてちょうどいい感じになるかなっていうところですね。はい、あとですね、まあ、細かいところなんですけど、裾の長さ、これが若干短くなってると思います。これちょっと実際に数値とかは見てないんですけど、一応ね今ちょっとだけ折り曲げてるんです。ただこれをよいしょと右足ですね、折り曲げるのやめてちょっと今裾出してみました。正直僕がもう少しもう気持ち足が長ければ別にこれでもいいかなっていう感じです。まあ人によってはこのサイズ感でそのまま履いちゃうんじゃないかなっていうぐらいです。まあヤコブの場合は今まで31でも必ずと言っていいほど裾は切らないとちょっと厳しいなっていうところが多かったので、ここはね大きく変わったところかなと思います。まあ、長さが変わった分ですね、まあ、これで履けなくなる人が多くなるとは思わないんですけど、むしろ綺麗な形のまんま履ける人が増えたかなっていう印象ですね。はい、ということでね、今日は新しくなったヤコブ公園のねちょっとモデルを紹介したんですけども、まあ、はっきり言ってそこまで大きく変わった場所はそんなにはないです。なので今までねヤコブ公園をずっとね愛用してくださっている方、ヤコブ公園大好きな方はそのままヤコブ公園を新しく買い足してくれても全然ね違いっていうのはそこまで感じることはないんじゃないかなと思います。ただ先ほどお話した通りフィッティングとかで微妙な違いはあるので、そこはそこでまた新しい良さとして楽しんでいただければいいかなと思います。まあ、正直ヤコブはすごくね好きな方もいれば、ちょっとおじさん臭いよねっていうので敬遠してる方もね中にはいらっしゃると思うんですけど、むしろそういう方には今のヤコブの方が履きやすくなったかなっていう印象なので、ちょっとねこれを機にヤコブ公園一度履いてみるのもいいんじゃないかなと思います。そしてね、まあ、今日ね紹介したデニムは両方ともですね概要欄の方にも貼っておきますので、ね気になる方はぜひですねそちらからご覧いただければいいかなと思います。はい、ということでこの動画は毎日8時に更新してますので、よかったですね、チャンネル登録、それから高評価の方よろしくお願いします。あとですね、こんな感じで SNS もいろいろやってます、ぜひチェックしてみてください、お願いします。ということでムでした、バイバイ。